シカゴ日本映画コレクティブをご覧の皆様、こんにちは、響き合う世界レゾナンスを監督しました田中俊典と申します。ありがとうございます。この作品はですね、今から3年前の2020年5月に、日本の東京で、の劇場で公開予定でした。でも世界中でコロナが始まって、この作品も公開が延期となって、その年の暮れに公開したんですけど、もうね、日本中、世界中そうだったと思うんですけど、映画館に行くとか映画を見に行くっていう状況じゃなくなってきてたと思うんですね。それで、この作品も上映の機会がどんどん少なくなってきて、なかなか上映されずに今まで来ました。日本でもマスクを外す人が徐々に増えてきているこのタイミングで、シカゴ日本コレクティブさんの方から連絡をいただいて、この映画を見つけていただいて、で上映することになりました。すごく嬉しかったです。でその時にいただいたメッセージに、このコロナ禍で起きた、世界中の分断、いろんな国や人、いろんな感情の分断っていうのを、音楽によって再び融合して再生していく、なんかそういったこのテーマを持ったこの映画は本当今だからこそ上映する価値があるっていうふうにおっしゃっていただいて、本当に僕もその通りだなっていうか、目から鱗というか、本当そういうふうに思いました。で久しぶりに僕も見返して、本当コロナ前とコロナ後では全然意味というか、上映この映画の価値というものがもう変わってしまったし、本当今見るべき作品だなと思います。なので今日こうやって見ていただけるのは本当に嬉しく思います。でですね、見ていただく上で、ちょっと注意事項というか、この作品は、単なるドキュメンタリーっていうよりも、実験映画的な要素もありまして、で音がテーマで、音を探求する作品なので、ぜひイヤホンとかヘッドホンとか、ちゃんとしたスピーカーで聞くとかして、いい音の環境でご覧いただきたいのと、部屋もぜひ暗くしてですね、昼間だったらこうカーテンを閉めるとかして、落ち着いた静かな環境で70分見ていただけたら、よりこの作品が楽しめると思います。はい、ということで、映画響き合う世界レゾナンス、どうぞご覧ください。ありがとうございます。